皆さんこんにちは。中学2年生の14歳、庭瀬ひゆりです。よろしくお願いします。今日は何を話そうかなって思った時にエピソードがなかったので、今年高校卒業するしおんくんにインタビューしたんですけど、今日食べた朝ごはんは塩にぎりだったそうです。で、私はおにぎりはツナマヨ派だったので、ちょっと趣味が合わないなって思いました。今日対局はミヤさんの片思いです。聴いてください。